もてなされまくっている。<laughs> 尋問の時間よ <laughs> 可愛すぎる。なんか巻き込まれてるな。なんか間でどう？これどうするんですか？ アニメクです今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、勇気ゆう,うなは勇者である大満開の章第3話、見ていこうと思います。はいというわけで始まりました、ゆうゆうですね、今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第3話、第1話は平和な日常会からシリアスなのかって思ったところで、第2話でね、この第1話のラストに出てきた、なんかすごい戦隊ヒーローみたいな女の子たちの正体が明らかになり、それはかりんちゃんと一緒にこう訓練を受けた勇者候補生だった ったっていうところでまあなんか勇者のこのね戦いが終わりまあ世界のバランスを取るためだったりなんだったりっていうことで、まあ、なんか外の世界の調査にこう候補生は向かわされてるっていう結構結構なんか <laughs> なんか理不尽なことをやらされているわけなんだけど彼女たちがねこの調査の結果何をしていくのかっていうところだったりだとかまあ大社の目的ですよねどういうふうにこれから先物語が動いていくのか注目していこうと思いますのでいろいろと楽しんでやっていきましょう。 では見ていいきましょうよーいスタートさて初めての役目さあ全員正解したちょっとズタボロすぎるよね何度もこれ生かされるんでしょ多分消耗がすごすぎるよな全員のあやめていくんだやめていけるのね あくまで、こう選択制。なるほど、なるほど。無理やり化されてるわけじゃないんだ。1、2、3、4、5、6、7。第8まであったっけ前回は。さあ、いやー、すずめちゃん怯えながらも来てるんだね。豊橋原作戦。橋頭。何これ。歩道。すいません。金庫を観光になってるかもしれない。4時半です。 さてさあ、何する気だその後でノリトを唱えるああ、オープニングの種あ、神様の拠点っていうか力を芽吹かせるの 二例、三例、あ四例、四回かな。 おお、入る。さあ、ここで。まあ、浄化というか、何なんだろうな。うわ、枯れていく。ここじゃ芽吹かない。あ、入る。おお。すーごいな。 生えためっちゃ生えた各地を浄化していく感じかいやーこれきついよね補充されるんだうわーマジでやばいな歯車というかパーツみたいに扱われてるね うん、あはあまあそうね本当に死んで次が来ちゃったら完全に消耗品扱いって形になっちゃうもんね。 生きることがそれの証明になるっていうことか。いやでも、きついよなぁ。大社も、すごいことやらせるなただ多分、勇者適性が高くないと、あのスーツが着れないんだろうなさあカリンちゃん。いや、カリンちゃんと会った時どうなるかだよね。 でも勇者の協力を終えたいところやっぱりほらこの5人芽吹ちゃん弥勒ちゃん29ちゃん鈴芽ちゃん巫女巫女の子さあなんか力を借りたいところではあるよななんか回収されたね 勇者システムがあるけどそうかでも渡してないんだもんなそのっちが無理やり分のてきたんだっけ <laughs> さあこれこの戦いやがて大きな花を咲かせるさあ大満開のシ小さな幸せ あら、この5人かわいいあら結構ストイックなんだなはい。 ことがある。はい、はい、勇者同好会。はい、はい、はい。へえ、そうか。ああ、そこで選ばれたのが風先輩。 なるほどうんそうかってなると別のとこに勇者部があるはずってなるんだそうねある種あ <laughs> やばいな、ね、あ <laughs> でもやめないんだもんねすずめちゃん あ,あそうなんんんだしずくちゃんかんあ、もうめちゃくちゃ美少女美少女というか、まあ、ぶっ飛んではいるけどあそうなのやばい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 取って食われる。 まあ確かに風先輩は若干蛮足気味たところがあるけどうん猫刺身10歳オスおスあ入ったところかあここで見てたんだ ああ <laughs> ガイとしっかりしてるのよねなんか 先輩は女子力女子力って言うけどどっちかって言うとおかん力の高さかまあおかん力も女子力だけどやばい尾行がバレたやばいやばい尾行に気づいているあー捕まってしまったあ東郷さん ああ、<laughs> いっぱい。もう、もてなしている。もてなしまくっている。あら、もてなされまくっている。そうかそうか、この頃はまだ。<laughs> <laughs> 尋問の時間よ。さすが、東こさん。ギャグ枠。 覚えてないんだねかりんちゃんはあコ高知だっけここそうか四国某所って言ってたなあん 距離が近くてかわいい言うなまだツンケンしてる頃のカリンちゃんボランティア部みたいな感じだね <laughs> まあそうねなんかむしろ勇者活動がおまけみたいなところがあったかもしれないにおいさん以外あのもう一人怖い人いたと思うんだけどあの東郷三森といううんあらなんか 不思議な表情何とも言えないうんあ <laughs> 一発芸ユウナがやってそう <laughs> ユウナがやってあのかりんちゃんが無理やりやらされてそうさて あやちゃんさて植樹かこうやって木を植えて浄化しまくるそうかそうか優奈がお,お役目を終えてないしあれか ユーナが記憶失ってるくらいの頃かな <laughs> さて星くずくるうわやばいなほんとに <laughs> <laughs> さて いやよけるおっおええこんな派手なあもう一人の方 <laughs> すごいな え前に出るなんかザビマルみたいにぶん投げるよオワオやばい頑張れすずめちゃん守って追いかけられてるやばい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  わおうわあもう決死の戦闘すぎるな一回一回がほんとに命がけじゃないボロボロじゃないのわわ しずくちゃんおっとりしてるな重傷者2名ただのパーツになっちゃう うわ自分を認めてほしいっていううわもう決死の戦いすぎるなボロボロになりながらしずくちゃん名前が2つあるんだねカタカナとあれで変わるのかあら あら、いる、女の子だよね。女の子なら全然関係。もう一人のしずくちゃんも。でも多分、どうなんだろう。多分、この時って言うな記憶飛んでる頃じゃないないし、まだ多分、東郷さんに声がかかる前。 <お> <laughs> かわいいなすごいおっとりしてるまあちょっとさすがに休暇なしで働かせっぱなしはまずいよなでもこれ。 あなんて子なんだこの子は。 そうなんだ。あら、うわあ。でもこの子を守り通すことがまた一つのね。あら。<laughs> <laughs> 白マニア <laughs> <お>。うん。あら、あ可愛い,い。 はははは、かわいすぎる。えこれ、東郷さんと話が合いそう。あ。あーかわいすぎるんだけど。<laughs> なにこの子。いやー、まじ、東郷さん立ってほしい。 わかる。見るのも聞くのも初めて。どうなんだろう。あら。そういうところ。ああ、だからあんまり。そうか。ああ、なるほどね。 うわーなんかもう勇者部と一緒にいてほしいうんあーそうなんだああ憧れてたんだね 車輪の下敷き <laughs> パパパパ呼びなのなんか可愛すぎないかこの子うわーマジで でも何か嫌なメッセージを押し込めた気がするんだけど喉の奥に。 うわー勇者部と交わってほしいあっはいえええ放火祭コメントであったぞえその代わりにもう。 あーなるほどそうか優ナの体を作ったからここかここで多分優ナが戻ってきたか記憶ごと戻ってきたって感じなのかなそうか 見す方になったからねえ寿命も減ってっていうそこであやちゃんがかなんか巻き込まれてるななんか間で板挟みな感じがするよ おあな苗の回収かそうかそうかまああそこで二人いた時にはもう決まってたのかなそうだよね 勇者部はでもそういうのが嫌だったからって無理を押し通したけど、この子たちは、押し通せるのかなもう、どうこれどうするんですか もうダメです、これは。嫌な予感しかしない。いやー、でもやっぱりさー、勇者部のみんなと一緒にいてほしいな。なんか、それぞれが対応してないなんか、責任感を持って、で、なんか、白好きで、ちょっと日本のなんか、そういう文化を愛する。ねえ、芽吹ちゃんと東郷さんとか。なんかね、ちょっと、なんか、怯えてるけど、ねえ、怖がりだけど、前に出てきてくれる。 ねえ、いつきちゃんとすずめちゃんだったりだとか、かなりぶっ飛んでる、かなりぶっ飛んでるさ、もうほんとにしずくちゃんと風先輩とかさ、対応しそうだよね。なんかちょっと強気なカリンちゃんとミロクちゃんとかね。いやー。 でもなんかちょっとここですごい可愛いところ見せてきてくれたなぁ、めぶきちゃん。めっちゃ可愛いパパ呼びだし。なんか城のこと語ってんの超可愛いな <laughs> いやーこの幸せが続いてほしいよ。本当にループしてください。幸せループ。希望でございます。さあ。え銀銀ちゃん銀ちゃん銀ちゃん 銀ちゃんはいというわけで見終わったわけなんですけれども「わー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 ーー」っていう感じなんですけどさあ結局のところ優ナたちがすごい利用されてなんか悲しいなっていうふうになってやっと解放されたなと思ったらその幸せが他の子にいってるなっていうのはすごい強いななんか。 うーん、めぶきちゃん、大丈夫かなかなり追い詰められてる感じはしますね、これは。うーん、なんか、打開する方法もないんだよな。でも、本当に、だからこそ、本当に、その役割を忠実に全うするしかないっていう選択を取らざるを得ないのが、めぶきちゃんの辛いところではね、人知を超えた力を持ってるわけじゃないじゃん、勇者と違って。ねえ、 必要以上に神珠様の力を引っ張り出して世界を変えてやるんだ。うわーみたいな感じのパワーを出すわけにもいかないというか出せないからさ、一般人の枠の中で何ができるのっていうところがすごい辛いところではあるよな。あやちゃーん。あやちゃーん。可愛かったのに。 いやもうだから、めぶきちゃんの癒しだったのに、マジで。もう、なに上げたり下げたり、上げたり下げたり、上げたり下げたりっていう感じで繰り返されておりますわよっていうような感じで。そうか、でもいいな、いいな。すずめちゃんと会ってたんだね、勇者部はね。あー、でもやっぱりこの子たちと、勇者部のみんなは、会うのかなもうなんか、今の段階にしても、なんか勇者部が出てきたら、なんか、 前作主人公たちが出てきたみたいなそういう興奮を僕は覚えているわけなんですけれどもあーいやーでもこれは厳しくなってきそうだなあ戦いはマジでいやーだってさー星屑とはいえきついと思うよだってだってアップデート前の勇者でトントンぐらいなんじゃないのアップデート前のワッシーたちでトントンとまでは言わないけど さすがにあの量の星屑はアップデート前のワッシーたちでも結構厳しい部類になってくるんじゃないのってなるとねいくら頭数が揃ってるとはいえ勇者候補生のみんなであの星屑に対応しながら真珠様の苗を植えていきましょうっていうのは結構難題をこうねふっかけてるよねねね、ねねねね,ねって感じじゃないマジでうわーでも芽吹ちゃんこれどうれこう勇者になりなさいってどういうこと勇者になるの めぶきちゃん覚醒ワン,チャンあるでもこれどうなんだろうね生贄にえがっていうところで、あやちゃんの代わりに東郷さんが生贄にになってると思うんだよね。うーん。いやー、これはでもなんか本当に勇者部の裏ですごいいろいろと起きてるんだね。なんかいろいろと幸せそうだな。よかったな。この日常永遠に見てたいっていうふうに思ってるけど、この日常を永遠に見てたいって思ってるその日常の裏では、 結構めむきちゃんたちが無理をしているわけだよねボロボロになりながら戦ってなんとか世界を維持しているわけだもんねうわなんかもうなんか絶妙だわこの重心がどこにも置けないもんこれ見ちゃうと。 なんかなんか勇者部に偏りすぎてもなんかこの子たちに偏りすぎてもってところでなんかうわうわうわみたいな感じで大した許せねえなってなるしかないみたいなあーそういう複雑な心境になってしまうわけなんですけれどもとりあえず次回ではねあやちゃんがどうなっちゃうのかあやちゃんが生贄にえとして選ばれてしまっているわけなのでまあこれから先どうなっていくのか多分まあラストはもう決まってるんだろうなやっぱり真珠様がもう力を歓迎して何とかなりましたっていうところだけどそこに至るまでこの候補生がどういうふうな活躍をしているのかっていうところが 大事なとところだと思うからまあそこら辺が本当にどういう風に描写されていくのか芽吹ちゃんがどうなるのかなんか銀なのみたいなこと言ってたから銀ちゃんが復活は復活はないんじゃないの復活でも僕は全然構わないけどねうんなんか人は言うと思うここで銀ちゃんが復活したらうんそういう声あると思ういや都合良すぎるみたいな銀ちゃん復活はちょっとご都合すぎるみたいなそういう展開はあるかもしれないそういう声はあるかもしれないでも僕はいい銀ちゃん復活なら全然いいうん もう会ってほしい。東郷さんとかと。うん いや、どうなんだろう次回どうなるんだろうなすごい、全くもって読めない感じになってるから、ちょっと次回以降も楽しみにしていきたいし、ちょっと今回見てね、めぶきちゃんの可愛いところいっぱい見れたから、ちょっと東郷さんと一緒にこうなんか仲良く話すとこが見てみたいなっていう風に思ったりもしてますので、ちょっと次回も楽しんでやっていこうと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に追いかけていただけたらと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、なんかコメントあればね、いろいろといただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。以上、有給なは勇者である大満開の章第3話でした。バイバイ。